Hey, welcome back. We're back on this anime world, trying to finish this game. Hopefully it's close, because... Okay, gameplay-wise, I am liking the game, but that's the problem. Is the story sucks, so I don't know. Oh god. Feels like another... What do you call this? Like one of those filler arcs. が白い。なんか想像し、どうやら。ダメだ。俺が仮にやってみるよ。ああ。よし。いって。何すん。どうやら瞳し、メディの兵器だったの。仕方がない。私がこの子の腕を掴んで。わかった。なんだ?いや、こっちの。よし。了解。それじゃ。 That position was awkward. Otsukaresama. Kirito koso. Nandaro. Doiken da ga. So da na. Oi. Dame da. Medi shikata nai. Fuso de ukaseru toka. Shinseiryoku ga tarinaku. Futsu no neko nara takai tokoro kara. Nante. Fuan ga arukoto wa nai yo. 本当に懐いてる。じゃあせめて俺そうだな。よし。お重い。だよな。俺が猫男爵呼んでくるから。猫男爵とは何だ。いや、どっちでもに。お前たち。わ。やはり。いかにもまさか。 結果。おい。アルティミアスとの。一体何?いいえ。違い。ほう。あなたはこの子に精霊様頭、好物を与えずして何が精霊魚は油分が多く。何?しかも、それだけではなく、つまり、本来の思考とは。そんなはずはない。この子は今回、精霊魚によって蓄え、私たちが発見しなければ餓死。ふん。そう。では、 過去では余計な脂肪を蓄えた猫が何を言って猫にとって脂肪の蓄積この子のためを思うならばデタラメなことをバ私はマルルを深あなたはなんだ愛情をかけているつもりか知らないがこれはなんだとマルルが猫杓子の腕から降り
なぜ？言ったろ。猫にか。あなたが飼い主として。だが、この子。そ。にゃー。マル。よく言ったな、メディナ。すまなかった。アルティミアスと。私は4年前に妻と。ゆえに私も。だが、行き過ぎだからこそ。思い込みとは良くないものだ。なんだ。これからはマルマルル。ほら。マルル。セーリン魚と猫の先ほどは思わずあなたを追求してしまいましたが。どうやら私はもう一つ大きな思い込みをしていたようだ。オルティナノスケのものは欠陥品だと。それも良くない思い込み。いや、大きな間違いである。マルルを助けてくれたこと、礼を言うぞ、メディナ・オルティナノス殿。 いえ、私は同じ猫好きとして。詫びになるかどうかは分からないが、愛病会の者たちには主催である私がオルティナノスケに関して。ありがとうございます。うん、もらった謝礼で食料は調達できたし、みんなのところに帰ろうぜ。ああ、そうだな。それにしてもメディナはやっぱり猫に関してはすごいよ。あのデブ猫、あ、いや、マルルを見つけられたわ。今回のことはメディナのおかげだ。ありが。いや、お前が一緒に引っ張ってくけど、これで一石二鳥じゃなくて一石三鳥。あの、ほら、そうかな。しかつまりこれからも信頼。あ、腹減った。おう、そうだ、そのためにすべきことはただ一人と。Gonna see if I can harvest some stuff here. Ooh, look at those texture pop-ins. That was bad. Okay, okay.Let's see if we can
let's just learn as much as we can. Is this one? Let's see. Yeah, I think that was the last one for here. Okay, for whip, that's the last one, but yeah, the proficiency needed is too high. Katana, everything's learned. I guess I can start learning the greatsword. Sweet. お疲れ様。お疲れ様。 This one.
know what? Give it a shot. Nice camera angle. It's done.
I mean, take the proper path. Oh, it's dumb. Hearts are not too bad for drops. Okay, yeah, it's not too bad. Oh, that one. Great sword, or oh no, it's a second sword. It's pretty weak.
next week. God damn it. Treasure there. I gotta look this up. Okay. I guess the actual magic system has its uses. Nice.
That sucks. Yeah, that defense bonus is pretty high. And this is probably an incarnation. Of course you can. God damn. Let's see. Shit.
Travel here. Yeah, it's hard. That is a really odd design decision. That was annoying. Anyway, I need to do some spring cleaning this weekend, because everything is dusty.
Okay. どうかしましたか？一体あれは何なんだ。ここからだとよく見えないけど、かなり大きいね。高さから察するにカセドラルシダーと関係がありそうですが、ひとまず急いで王都へ戻ろう。で見るとなんだかおぞましいな。戻ったか、カーディナル様。気づいたらできておってな。少しずつ広がっているようなのじゃ。Sorry. Auto. 一体何の目的であんなものが。わからん。調査は進めているが、アドミニストレーターの目的にはたどり着けていないのじゃ。それよりもキリト、北帝国では一体何があったのか話してくれるか。ああ、例のカラントにできていた種子については何か分かったのか。あれについては様々な方法で調べてみたのじゃが、分かったのはあの種子の中身が空ということだけじゃ。空ですか。うむ、中には穴があるだけでそこには何も入っておらん。いよいよ手詰まりじゃな。そんなこともないさ。これを受け取ってくれ。これはまたもや種子か。北帝国ではカラントが皇帝の墓に生えていて、かつての女帝を蘇らせていた。そのカラントに種子ができていたんだ。ふむ、二つの種子があれば比較することができる。わしは引き続き種子の調査を行うとしよう。エルドリエと同じでディソルバードもカラントコアに捕らえられていた。ディソルバードの話によると、頭巾をかぶった男にディープフリーズをかけられたらしい。そのカラントコアからは種子が回収できなかったんだ。その後叫び声が聞こえて駆けつけたら、女帝カヨーデが何者かに殺されていた。なんと、そんなことがあったのか。ああ、その頭巾のやつに向かって矢を放ったらしいけど、見えない壁みたいなのに弾かれたって。見えない壁か。正体がつかめなかったことは残念じゃが、お主らやジュソルバートが無事なのであればよしだしや。そやつとはまた会うことになるじゃろう。十分に注意するのじゃ。最高司祭代理殿、我からもう一つ報告がある。聞いていただけないだろうか。うむ、聞かせてくれ。我は凍結を解除された後、最高司祭芸家の意志が流れ込んでくるのを感じた。そして気づけばキリトたちに剣を向けていたのだ。あの女の意志が。その意志はどんなものだったんだ。詳細は覚えてはおらぬ。その意識の中で我は最高司祭芸家に従うことを絶対と考えていた。それゆえキリトたちと戦ったのだ。やはりパイエティモジュールを通してアドミニストレーターの意識が流れ込んできたということか。肉体が死してもなおその真意が一切枯れぬとは、つくづくしぶとい女よ。承知した。その件に関しても原因をできる限り調べてみる。なあカーディナル、
元老院統括代理の男、ハーシリアンって聞いたことあるか？いや、ないな。そんな役職が元老院にあったような記録もない。そいつが最高司祭の復活を目指していると言ってメディナに接触してきたんだ。なんじゃと？だから調べてほしい。そうは言っても元老院は今天井に浮かんでおる。どうにもできんとは言えるが、記録にあるユニット名を閲覧してみる。とはいえ、まずは早速趣旨の解析から始めることにしよう。お主らはベルクーリのところへ行くのじゃろ？ええ、カーディナル様にした話をおじ様にも報告しに行くつもりです。それからキリト、メディナ殿のご様子はいかがですか？まあ、王都に帰ってからすぐ冒険者たちとどこかに行っちゃってさ。もしかして何か用だったのか？いえ、特にそういうわけではありません。少々気になっただけです。メディナはルーリットの村での一件があって以来、冒険者たちと剣の鍛錬に赴くことが増えた。おそらく今回もそのために出かけたのだろう。皆と共にもっと強くならなければ、アリス様やキリトに私の志を理解してもらうために。今のままでは私は何も成し遂げられない。救世主様、どうしました？別に何でもない。そうですか。元気がないように思えました。私のプリン食べますか？ありがとう。でもプリンは今いらない。うん、わかりました。なぜお前はずっと私と一緒にいるんだ？それはあなたが救世主様だからです。そうじゃない。一体なぜお前たちは私のことを救世主だと思うんだ？これは救世主様、奇遇ですね。一体何の用だ？そう警戒なさらずとも、危害を加えるつもりはございません。ではなぜここへ？第一、人海の民を脅かし世界を破滅に導こうとしているのは対策本部である。そのように思われませんか？わけがわからないことを。無能なこの衛兵を野放しにして表面的な対策しか行わず、あなたを否定する彼らの正義一体どこにあるのでしょう？そして対策本部が抱え込んだ滞在人が最高司祭様を殺めたことは紛れもない真実。しかしそれには理由があると聞いた。ではなぜあなたは今彼らと離れ仲間たちと共にこんな場所にとどまっているのですか？それは一体何だ？いいえ、あなたの正しさ、真実を見極める力に喝采を送りたくなったのです。さすがはオルティナノスケ最後の救世主だ。強く正しく、決して誇りを失わない。なぜその言葉を？偽りの氷教会などに魂を売る必要は寸分もありません。さあ私と共にご自身の使命を果たすのです。貴様、今の氷教会を偽りなどと言って無礼にも程があると思わないのか？無礼？最高司祭様を殺した滞在人を抱き込む集団と最高司祭様の真なる中心である私、果たしてどちらが正しく、どちらが背信の徒であると思いますか？そんなこと。俺が殺したんだ。でもキリトは私に本当のことを隠していた。うん、
随分とあなたは複雑に物事を考えるようだ。さすがは思慮深いオルティナヌス家の女性というところだが、貴様はオルティナヌス家について一体何を知っている？真実とは至極単純なもの。向き合うだけの強ささえ持っていればその手の内に掌握できる。真実に対し疑いがあるのならば確かめてみればいいだけなのです。確かめる真実を。ええ、私があなたを真実までご案内しましょう。あなたがお望みならばね。もしや恐れているのですか？あなたは真実に向き合うだけの強さを持たないと。ご先祖様はさぞかし悲しまれるでしょうね。承知した。真実とやらを見せてもらおうじゃないか。だが何か不審を感じれば即座に貴様を斬る。ありがたき幸せにございます、救世主様。ねえ救世主様、どこに行くの？ここで待っていてくれ。はい救世主様。それでは参りましょう。システムコール、コネクトトゥージアドレス、コーディネーツ012000。扉が。さあこちらへどうぞ、私の救世主様。ああここはセントラルカセドラル最上階です。なんだと、この最上階は今や天井にあるはず。私は元老院統括代理、最高司祭様より拝命を賜っています。故にこの聖域への出入りを唯一許されている。これはもしや謁見するのは初めてでしょうね。そう、このお方が最高司祭様。こんなにも美しいお方であったのか。それ以上は近づかないでください。ああすまない。声を荒らげ申し訳ありません。このムクロは目覚めを待つ非常に繊細な存在、迂闊に近づくべきものではないのです。ムクロと言ったな。ではやはり最高司祭様はここで命を落とされたのか。はい、そして今はただ深い眠りの中で救世主による救いを待っておられます。救世主の救い。Uh-oh. So, it's either... それでは過去手術により今から真実をお見せいたします。 So, it's either... システムコール、ジェネレートアンブラエレメント、ジェネレートクリスタリンエレメント。フュージョンエレメント。アクセストゥパストログデータ。さあご覧ください。よもや剣が2本ともに金属ではないとはね。こうなれば仕方ないわよ。いや、どこにも行かせない。ここで決着をつける。こしゃくな。これでお分かりでしょう。紛れもない真実である。そして奴の行動に正義などは存在しない。しかしメディナ・オルティナヌス、
あなたは選ばれし者。最高司祭様、悪しき黒の剣士によって倒された私を復活させれば、あなたを再び配下として認めましょう。今のは一体、これはムクロでは。これは最高司祭様の残された意志です。私はこの声に従い、あなた様を探し続けていました。だが、いくら最高司祭様でもムクロが話すなの。オルティナノスケ第三代目当主タバルは、遠い過去、果ての山脈より送られてきた多くの先遣隊を相手に戦った。だが彼の行動は功績を妬む一部の貴族によって疎まれ、事実をねじ曲げて伝えられてしまったとされています。正しきことを行ったのに、タバルは皇帝により不敬罪を言い渡され、王が追放された。なぜそのことを知っている。あらゆる記録から抹消され、我ら一族しか知り得ないことを。以前申し上げたと、私はオルティナノスケに関してはよく存じているのです。オルティナノスケは汚名を着せられ、虐げられながらも真なる正義を貫く一族。そしてあなたは約束の時に現れた最後の救世主なのです。私は最高司祭様より予言を言いつかっています。予言？オルティナノスケ最後の当主メディナこそが眠る最高司祭様を目覚めさせることができる。自身の復活に手を貸せば、必ずやオルティナノスケに栄誉を与えると。最高司祭様、もう一度我らオルティナノスケに栄誉を与えてくれるだと。ええ、私はあなたの忠実なる配下として復活の道の手引きを務めましょう。しかしそんなことが本当に可能なのか。それはあなたの実力次第です。どういう意味だ。今人海を追う傘の存在をご存知で。ああ、あれは一体何なのだ。最高司祭様の復活のために必要な装置です。あの傘は人海のリソース、つまり新勢力を吸収する。人海の新勢力？はい、だがそれだけでは足りない。故に生命の花、あなた方の言うところのカラントが存在するのです。しかし、カラントからは魔獣が現れているではないか。その魔獣こそが最高司祭様復活の鍵を握るのですよ。魔獣が？カラントが生み出す魔獣の天命は新勢力の塊。彼らを倒すことによってカラントは生命の果実をつける。私はカラントの種をまき、魔獣を討伐してはその果実を回収してきました。全ては最高司祭様復活のため、必要な新勢力を集めるという目的のためです。もしやあの時お前が魔獣を討伐していたのは。もちろん最高司祭様復活のためです。ですが、私の手だけで必要な新勢力を全て集めることは不可能。やはり選ばれし者であるオルティナノスケ当主の力を借りることが必要であると分かりました。とはいえ強要はいたしません。全てはあなた次第です。もしも、もしもだ。まだ決めたわけではない。だが教えてくれ。私が最高司祭様の復活に助力するとすれば、一体何をすればいい？オルティナノスケ最後の救世主であるあなたは、異界の戦士たちを従わせることができる。その才能を生かし、より多くの異界の戦士たちを集めて軍団を編成し、指揮官として統率を取ってください。そして魔獣を倒し、最高司祭様復活の元となる身を集める。そうだな。はい、集めた身は私の指定したカセドラルの秘匿領域へと届けてください。座標はその時にまたお伝えいたします。この使命を成し遂げれば、オルティナノスケは再び選ばれし者として認められ、その汚名は注がれる。民衆を導くことこそがオルティナノスケに与えられた使命、そして存在意義。しかし注意点が He looks evil. 注意点。Come on. どういうことだ。
Motherfucker looks evil. 各地に現れた生命の花は最高司祭様の命の源となる大切な媒介です。故にその媒介を切ることは何があっても阻止しなければなりません。でもカラントを切らなければ魔衆がまた現れてしまうのではないのか。あなたはご自身のお力を疑っておられるのですか。何、花からまた魔獣が現れる、実に素晴らしいではないですか。新たな最高司祭様の命の源が増えるというだけです。かの魔獣をまた殲滅し身を集めればいい、ただそれだけのこと。それともあなたは次々と現れる魔獣を殲滅できないと感じるのですか。違う、私はそんなことを問うているのではない。民が心配で犠牲を恐れて、一体何が手に入るのでしょうか。武に優れたオルティナノスケらしくない発想ですね。ご先祖様はさぞかし悲しまれるでしょう。そうやすやすと決断するわけにはいかない。私は対策本部に所属している身だ。おかしなことを言いますね、救世主様。何がおかしいと。所属とはつまり居場所のことを指します。あの集団にあなたの居場所など最初からどこにもないではありませんか。何を。一つ私から質問しましょう。あの滞在人の隣にはいつも誰がいますか。キリトの隣。それはあなたでしょうか、それとも。わからない。人は誰しもが最も思考を拒みたい問題について考えるとき、その言葉をつぶやきます。しかしそれは凡人めいた弱さでしかありません。強く正しく誇りを失わないオルティナノスケはそのような弱さとは無縁のはず。ご先祖様はあなたにも同じことを期待しているでしょう。そしてあなたが正式なる氷教会のもと正しき道を歩まれる。I have no clue what's happening. All I know is this bitch is gonna betray us. So, we're gonna murder her later? I guess. Yeah? We're only gonna murder her later.果ての山脈からベルクーリさんが帰ってきたと聞き、俺たちは北帝国でのことを報告するため会議を開いた。以上が北帝国。ご苦労だったな。いえ、おじさん。そんな、しかし最高司祭殿の本当にベルクーリ。ああ、300年以上。そうか。しかしそいつにはな。それでこちらの様子は。ああ、戦国騎士だけで全ての魔獣に対応するのは難しかったからな。とはいえ実際に追加の派遣は。この絵軍に所属している下級貴族や平民は。問題は上級高齢協会からの兵士の招集である以上、何かと理由をつけて。このような状況においても。まあ皇帝自身ももう少しつついてみてもダメそうなら。その騎士長、ご報なんだ。西帝国にて魔獣の発生所。西帝国でも。分かった、皆協力を頼む。もちろんです。よし、了解。だがもう一人ほど。分かった。メディナだ。いろいろと心配だし。いや、なんだ。ちょっと魔獣の討伐に。どうして私に。え、いや、もしかして。大丈夫。よかった。Get this bitch out of the party. その後、学院。さてと。ん？まったく。
get this bitch out of the party. Yeah, no. Nah, son. Get out. The actual waifu is here. Yujeo. There you go. Ooh, not bad. Alright, and strengthen. Okay, well, it looks like I can. Alright. I kinda wanna see. This roaring lion, or blazing lion. Why is your damage so low? So, it's strength 21, and this is also strength plus 21.
やあ。よろしく。Oh, there it is. Not the dough. I don't get it. It literally has higher damage. Is the scaling fucked up? Oh, because of the weapon. Oh, okay. Yeah, it's the weapon mastery. So you, yeah, okay. Actually, you know what? Let's change it. It actually looks pretty cool. We can probably just unequip the. It's pretty cool. I like it. Ante. Ante. This thing's going, Ante. Domo desu.
let's go for a few hunts before we progress the story. Oh my god, I'm... Oh my god. Jet Stream Sam. Jet Stream Sam's katana. Thank you.
Experience boost. Alright. Let's hunt the other one. Clamps. I kind of get it now. Okay.
clamps. Bigger, I guess. Oh, the dragon dude. Yeah, I think there's one here. The peaks. Boy.
see that once there. So the distance, I didn't achieve something, I think it's something like distance.
So let's I think we can start. If I start the quest, you know what, let's see. And then after that, if we get the chat, let's continue the story. And then after that, we see. I'll see if I can get the chapter list all of a sudden. First, let's see if we can do some upgrades. I'm not gonna stop harping on this fucking loading time. さてと。ああ。Alright, I think I'll end it here. So, oh man, this chapter 3 is taking a while, because I think I'm still on chapter 3. No difference yet, so yeah, it's a bit annoying. Stories are like predictable at best, like at worst it's nonsense, but again the gameplay loop is fun. I like the mobility of the characters better than God Eater, because I think overall it's a hunting game. I think it has a better mobility than God Eater. The problem I have with Monster Hunter is that everything feels heavy. But yeah, so far I'm just gonna finish this out. Then we'll take a break with a short game and then go back to...